は？君はモストロラウンジの経営だけでなく、積極的に投資なども行っているんだろ？例のお悩み相談も裏で続けていると聞くし、休みの日には市場調査と称して学外にもよく出かけているとジェイロが言っていたよ。それから以前うちの寮生から没収した君お手製のテスト対策ノートを見たけれど、多学年の出題範囲までカバーするためには自身の勉強時間をかなり削ることになるはずだ。君が君自身の勉強だけに集中して取り組めばテストで満点を取れるかもしれない。でも実際はその時間と能力の多くを他人にテストで高得点を取らせるための分析と対策に費やしている。なのに物心ついてからずっと勉学と魔法の研鑽だけに時間を費やしてきた僕に成績で勝とうだって随分とバカにしてくれるじゃないか。人を見くびるのも大概に惜しい。バカにしたわけでは。トップを目指す気持ちは誰にだってあるでしょう。そうだね。1位を目指すこと自体は素晴らしいことだ。君も持てる時間の全てを勉学だけに費やせば常に1位を取り続けられるかもしれないよ。もちろん僕と同着でだろうけれど。